ハンバーグソースはオリジナルです。包丁の下に指入れちゃダメだよ。これゴム手袋する。疲れちゃう。いや怖い怖い怖い。親指切らないでよ。お外で。いい、ちょっと避難しな。もう盛り付けちゃう。うん。いけるよね、多分。これ余った方がいい。家にもあった？あ、私買ったのか。こういう。いや、結構入れる。あ、でも肉の量が少ないからね。こんなもんね。もうちょい。もうちょい。これをちょっと牛乳で。かな、たいちゃん、これであと何入れるっけ、ママいつも。ちょっと大きいかもしれないけど、やらせて、お肉で。あ、ああ。気持ちいい。冷たいよね、大丈夫。パン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 って空気抜くの。じゃあ入れるね。あ、パパさんに任せようか。強すぎない？火大丈夫？じゃあもういいよ、手袋取って。フォークちょうだい。たーちゃんも砂肝も好きじゃん。あ、したよ。いけるかな。熱くない？もう。で、本当はパパさんは七味を入れようとしたの。いい？出しかけて。ほら、ママ七味入った。最高だね、これビールのつまみに。よし、できげました。そしてこっからがお父ちゃんの腕の見せ所です。うん、中まで火は通ってそう。あ、そあれです、今そっからソースを作るんだ。ハンバーグと赤ワインが合うよ。さあどうかな、できた。味見はそれがもうお父ちゃんさ、料理のさ、オリジナルのソースとか作る。ちょっと見た目は完璧じゃない見た目完璧だよね、これ。これで撮ってる。じゃあこれサラダね、フォーク。さて実食、まだ食べてません。お父ちゃんの手でどうぞ手作りソース。うまい。いただきます。うまい。やばい、うまい。適当だけどうまい。え、なにこれ、うまっ。え、めっちゃうまいね。本格料理のセンスある。うまっ、やばい。お父ちゃん何でもできたじゃん。家事、掃除、洗濯。お父ちゃん何でもできるよ。家事、掃除、洗濯、料理。でも大体めんどくさいんでしょ。